はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では、パソコンの消費電力で大部分を占めている CPU とグラフィックボードの消費電力をリアルタイムで確認する手順についてご紹介していきます。まず一つ目に CPU の消費電力が確認できる HW モニターのダウンロードと使い方を説明します。ブラウザを起動していただいて、 検索ボックスに HW モニターと入力し検索を行います。そして検索結果に出てきた HW モニターの公式ページをクリックして開きます。公式ページを開いたら左下の方に ZIP e n g l i s h のボタンがありますのでクリックします。次の画面にダウンロード Now のボタンがあるのでこちらをクリックしてファイルをダウンロードします。ファイルのダウンロードが終わったら Explorer を起動していただいて ダダウンロードフォルダにアクセスをします今ダウンロードしたファイルは圧縮フォルダになっていますのでまずは回答を行います対象のファイルを右クリックしメニューから全て展開をクリックします圧縮フォルダの展開画面が出るのでこのまま右下の展開ボタンをクリックしますそして展開したフォルダの中に3つのファイルがありますが3つ目の HW モニター X64 をダブルクリックして起動します ユーザーアカウント制御が出ますので、はいをクリックします。これが HW モニターを起動した画面となります。主に各パソコンのパーツの温度などを確認できるアプリになっているんですが、CPU の消費電力を確認することもできます。HW モニターを開いた画面の中に各パーツの項目があるんですが、CPU の名前の項目を探してください。 もしパソコンに搭載している CPU の型番がわからない場合はスタートボタンを右クリックしメニューからタスクマネージャーを選択し起動しますタスクマネージャーを開いたら左側のメニューからパフォーマンスをクリックしますそして画面右側にある CPU の項目をクリックします CPU の画面の右上に型番が表示されていますのでこちらから確認をしてください 型番の確認ができたらもう一度 HW モニターの画面に戻っていただいて CPU の型番の項目を探します。そして CPU 名の項目の少し下にあるパワーズというところを見ていきます。パワーズの下にはパッケージとコアの2つの項目がありますがパッケージの方の消費電力を確認してください。パッケージの一つ右側に表示されているのがリアルタイムでの消費電力となります。 そしてその隣に表示されているのが CPU の消費電力を計測してから一番少なかった消費電力が表示されます。そして一番右側に表示されているのは一番消費電力が高かった時の数値が表示されます。次にグラフィックボードの消費電力を確認できるアプリをダウンロードしていきます。もう一度ブラウザを起動し検索ボックスに GPU-Z と入力し検索を行います。そして一番最初に出てきた Tech Power u p というページをクリックして開きます。次に画面左側にあるダウンロード GPU-Z のボタンをクリックします。そして次の画面にもダウンロードボタンがあるのでこちらをクリックします。さらに次の画面ではどこのサーバーからファイルをダウンロードするかをクリックして選択します。 どのサーバーを選択しても問題ないんですが、基本的には一番左上の項目をクリックしてください。国旗のアイコンをクリックするとファイルのダウンロードが開始します。ファイルのダウンロードが完了したら、エクスプローラーを開いてダウンロードフォルダにアクセスをします。そして今ダウンロードした GPU-Z の項目をダブルクリックしてアプリを起動します。ユーザーアカウント制御の画面が出るので、はいをクリックします。次の画面では、 この GPUZ のアプリのショートカットアイコンをデスクトップに作成するかの選択項目になります。今回は NO をクリックします。この GPUZ のアプリではパソコンに搭載している専用のグラフィックカードのスペックの詳細が確認できます。グラフィックボードの消費電力を確認するにはセンサーズのタブをクリックして切り替えます。そして画面を切り替えたらボードパワードローの項目を探してください。 この右側に表示されているのがグラフィックボードのリアルタイムの消費電力になります。またグラフィックカードのリアルタイムの消費電力以外に一番低い消費電力や一番高い時の消費電力、平均の消費電力なども確認できます。確認するにはボードパワードローの右側にある三角のアイコンをクリックします。そして一番低い消費電力を見たい場合は2番目の項目をクリックします。 クリックするとボードパワードローの右側の表示が変わりまして一番低い消費電力が表示されますまた一番高い消費電力に切り替えたい場合は3つ目の項目をクリックします最大の消費電力ですが現時点での消費電力となりますのでこれから計測していく中でもっと高い消費電力になった場合は随時この数値が更新されていきます そして最後4つ目の項目がアベレージで平均値を確認することができます。以上がパソコンに搭載している CPU やグラフィックボードの消費電力をリアルタイムで確認する手順となります。この動画を見ていただいて参考になった方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。